鹿島の町田、三笘と同じチームに移籍するんだ。町田、左利きででかいって意外のところの強みがね、ベルギーだったらあんじゃん。いや、でもどうだろうな。でもまあ、ただ三笘のチームいいチームなんですよね。あの指導者多分ちゃんとした人で、あの、ポゼッションの時の形とか、守備の時の動作や出しとか結構ちゃんとオーガナイズされてるチームなんで、そこで個人指導みたいなのもちゃんと受けられたら伸びますけどね。微妙な監督だったりとか、なんていうのかな、こう、顧問系指導者のもとにいるよりは絶対いいですよね。